特殊な画材キットパスを使ったお絵描きイベントが今日札幌の羊ヶ丘展望台で始まりました。無我夢中で絵を描く子どもたち、手に持っているのはクレヨンではなくキットパスです。羊ヶ丘展望台で始まったお絵描きイベントで使われているキットパスは、日本理化学工業がビバイの工場で作っている文房具です。このキットパスは窓に描いても濡れた布を使うことによって簡単に消すことができます。キットパスは水を使って簡単に消せるだけでなく、普通のクレヨンとは違い米ぬか由来の成分が入っているため、人にも環境にも優しいのが特徴です。子どもたちは窓やボードに自由に絵を描くなどして楽しみました。今ね、何描いてるの？うん、お絵描きどう？楽しい。楽しい？子どもたちが自由に描くってすごく素敵だなって思っていて、子どもたちが真剣に遊んでくれてることでママがちょっとだけ休める時間、それが出来上がるっていうのがすごくいいなっていうふうに思っています。キットパスを使ったお絵描きイベントは羊ヶ丘展望台であさってまで開かれます。